Wow, it's cool! はい。ということで、小津の趣味部屋へようこそ。今回はね、早速、このテーブルを使って、フィギュア紹介したいと思います。まあね、この台座を使うってことは、もちろんドラゴンボールフィギュアということでね。はい。こちらを紹介したいと思います。じゃじゃん。来た。ドラゴンボール、孫悟空フェス、その7。ついに来たゴジータスーパーサイジン4。いやー、これはね、ちょっとね、もうすごくかっこよさそうなんだよな。なんか同時に出てるのはね、悟空の前に出た色違いですね。うわー、これはちょっとね、すっごい期待してるんですよね。実際どうなんだろう。いやまあ、もちろんね、これは取ったんじゃなくて購入したんですけどね、はい、ではね、早速、中を見てみましょう。はい、はい、一応開封しましたけれども、袋の状態ですね、まずこちら台座、はい、台座はね、これすげえパンパンに入っててね、ちょっと取りづらかった。で、支柱で、これはあれですね、帯、道着の帯のやつですね、はい、で、で、尻尾はね、スーパーサイジン4の特徴でもありますからね。で、足、下半身ですね。で、上半身と頭がもうすでにくっついている状態ですね。これは、はい、こういう状態です、はい、では早速ね、組み立てていきたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね、早速見ていきましょう。こちら、じゃじゃじゃんとね、いや、すっごいいいです。自分は思ってた以上かな。いや、これはね、すげえかっこいい。なんかポーズもね、すごいいいね。ちょっと斜めになってるんですよね。こう、おしゃに構えてるっていうかね。いや、これはいい。かっこいい。こう、帯がこう、たなびいてる感じとかね。ただやっぱね、塗装があれかな、ちょっと安っぽい感じはするかもしれない。あと自分のは個体差でしょうね。ここに飛び地がありますね。そうだね、髪の毛もちょっとあれ、テカってるけど、まあ。で、顔。いや、顔はね、こう角度。角度限定になっちゃうけど、この角度めっちゃかっこいいよね。超よくできてる、まあ、正面から見るとっていう感じはあるかもしれない、人によっては。でもこの角度はそっくり、めっちゃかっこいい。これ、いや、いいね、素晴らしいよこれ。うわ、かっこいい。いや、ね、ドラゴンボールの中でもね、スーパーサイジン4のゴジータが俺一番好きかもしれないな。なんかサイヤ人してるよね。ケムクジャラ、元はね、本当サブですからね、サイヤ人は。これがやっぱ本来の姿ではないかと。まあね、これと、あと、ちょっと話しますね。もう一個ね、はい。一番、すごい前に出たね、デラックス F フィギュアかな、これね。の、ゴジータなんですけどね。これもね、すごい当時はめっちゃかっこいいと思ってね、もうすっごい過保にしてましたけどね。
これとちょっとね比べてみましょうか。ちょっとカメラをね持って撮影したいと思います。はい、ということでね、いやちょっと並べてみましたけどね、いやどうですかね、まあ、あのね髪の毛じゃない、体毛のね色がね違うんですよね。こっちはもうちょっと黒っぽい焦げ茶みたいな感じで、こっちはもう赤っぽい茶色、うん、で、髪の毛の造形もね全然違うんですよ。こっちはやっぱね昔だからかな、ちょっと造形の細かさっていう点ではちょっとあれなんですけど、こっちはねこうやっぱ線が入ってきめ細かいんですよね、うん、こう見ればわかりますけど、顔はね、こういう感じで、まあね、眉毛がね、結構、なんだろう、絵に描いたような、なんか、ピッてなんかね、一直線に描いたみたいな感じで、で、目もね、なんかちょっとね、あれなんだけど、まあ、これはしょうがないよね。で、こっちがね、うん、まあ、眉毛もね、ちょっと、ちゃんとね書かれてますからね、こう、うん、で目はね、うん、やっぱ大きくなってるね。で、口もねちょっとへの字むずっとしたよね、うん、ゴジータっぽい感じ。あ、でも これはこれでね、うん、すごくよくできてるしかっこいいと思うけどね、うん、いやーまあよしよし、うん、なんか下半身はこっちの方がなんかかっこいい気がしますけどね、こっちの方がなんか腰のね、帯がかっこいいよね、こっちの方が、昔の方がなんかこうダークブルーみたいな感じで、うん、こっちなんかすっごいなんか、うん、ほんとスカイブルーみたいな感じだね。こっちの方が帯はかっこいいな。でまあ尻尾もね、うん、まあ色は同じで、でも尻尾の造形もなんかこっちの方がいい気がするな、昔のやつの。なんかほんと尻尾って感じのトゲトゲしさもあるしね、うん、こっち今すごい丸みを帯びてる感じだよね、うん、尻尾もこっちの方がいいかな。でよし、うん、やっぱここの青い部分がねやっぱねちょっとね暗い方がかっこいいかな。これ明るすぎなんだよな。ね、よしよしだよね。いやこれはどっちともつかないけどどっちもいいところがあるんでね、ほんとこれ迷うよね、うん、こっちはもう地面に足をついて腕組んでる状態で、こっちはちょっと宙に浮いてる感じを表現してるよね。だからそういうところでね、まあ差別化はできるんじゃないかなと思いますけど、ということでね、いや今回のゴジータこれもかっこいいなぁ、ほんと、どんどん出してほしいね、ゴジータ4。はい、ということでね、まあ今回の動画は、これにて終わりたいと思います。これを見てね、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録、見ていただきましたらぜひね、いいねボタン、グッドボタンを押してください。よろしくお願いします。では今日はこれにてご視聴どうもありがとうございました。